はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮澤です。今回なんですけれども、以前動画で紹介した繁忙期に EC2 インスタンスのスペックを上げたり、繁忙期終わったら下げたりするみたいな話をしたと思うんですけれども、それはですね、あくまでも夜間にこうインスタンスが停止しているからインスタンスタイプの変更がまあできますよって話でした。なんですけれども、じゃあ夜間も起動しているインスタンスをこうどうやってタイプ変更したらいいんだっていうところを今日は紹介していこうかなと思います。でまず前提として、インスタンスタイプの変更に関しては基本的にインスタンスを停止する必要があります。なので、起動しているインスタンスで変更する場合は、まあ、順序としては停止してインスタンスタイプを変更して起こすっていう、この3段階になります。で今回これをジョブワークローを使って、実現していきたいと思います。ではいつも通りこのまま設定をしていきましょう。まずはジョブの追加を押して、グループと、で今回ワークフロー専用ジョブというチェックを入れて次へを押します。でタイマートリガー、今回も前回と同様20日にします。で実行時間は0時にしておきます。有効期限例外条件は一旦なしにします。でまずインスタンスを停止するものを設定しておきます。アカウントを選んでインスタンスを選択しておきます。ここで一旦ちょっと分かりやすくワークローストップというジョブをまず作ります。次にインスタンスタイプを変更するものを作ります。この時に2つ目のものはトリガーなしで選択をします。でここでインスタンスタイプの変更を選んで、ガイドするインスタンスを選ぶ、そして変更したいスペックを選択します。例えば M5A large とかエクストラ large とかにしましょうか。で通知も適宜設定してくださいと。でちょっと一旦雑につけちゃうんですけど、ワークローアップと設定します。でこれでインスタンスをスペック変更するものができましたと。で、もう一つ必要ですね。停止変更したらインスタンスを起動したいですという場合は、起動のものを作りましょう。これも最初と同じですね。ワークロー専用ジョブでトリガーなしでインスタンスを起動を選びます。先ほどと同様ですね、該当するインスタンスを選んで通知の設定も適宜してワーク、適当な名前を付けますと。でまずこれでジョブの準備ができました。次に実際ジョブにワークローを設定していきたいと思います。左側メニューのワークローの追加、ジョブワークローを押してワークローの追加を押します。ワークロー名は例えばですけどインスタンスタイプアップとしておきます。でグループはデフォルトを選びます。まず1個目がワークローのストップというやつですね。インスタンスタイプをストップするものを選びます。まずこれがきっかけになります。ジョブワークローの1つ目は、きっかけになるものになりますので、必ず最初にこれをやるっていうものを設定してください。で、これは、後続ジョブなしじゃなくて、何かしらタイマートリガーとか何かしらきっかけがあるものにしてください。でこれが終わりました。なったら次何するかというと、スペックアップなのでアップを選びます。インスタンスタイプを変更というものがあります。で、変更が終わったらスタートをします。この順番ですね。1、2、3となっていて、停止、変更、起動という形になります。これで登録といった形にすることができます。今回ちょっと作ってないんですけれども、スペックを元に戻す。例えば繁忙期が終わって戻すという時とも同じですね。停止してインスタンスタイプをダウンさせるものを作っておいてもらって、ここに入れるという形になります。まあ、ちょっとここからかなり応用が結構できるんですけど、まあ、どうせ停止するならこのタイミングでスナップショットとか AMI とか撮りたくないですか？ってなった時にはスナップショットを撮るっていうジョブ、ワークロー用のジョブを作っておいて、停止、 AMI の作成、インスタンスタイプの変更、起動ってやってあげると、まあ、どうせ止めるタイミングで全部こうやっておいた方がいいと思うので、そういった形でバックアップを撮るってやると安全にバックアップを撮ることができて、まあ、かなりいいんじゃないのかなと思います。といったところで、まあ、インスタンスタイプのこうスペック変更なんかも、まあ、ジョブワークローを使うと、まあ、かなり快適に、だったりとか、こう連続でうまくやることができるので、今回ご紹介してみました。ジョブワークローに関しては、かなりいろいろとこう組み合わせてやると、もう本当に便利な機能になっておりますので、ぜひ皆さんこう使ってもらえたら。といったところで、今回はジョブワークローでインスタンスタイプを変更するといったのを、ご紹介しました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。